あの人の現在。大剣譚の現在、マルシアの子供との衝撃の関係も。俳優でもあり映画監督としても活躍している大剣譚さん、2004年の離婚騒動で世間の注目を浴びた方でもありますね。そんな大剣譚さんとマルシアさんの間に生まれた子供との関係が衝撃的。気になる現在と合わせて調べてみました。マルシアの子供との関係。歌手であるマルシアさんと1994年にご結婚されたギタンさん、1993年に共演したテレビドラマ「俺たちのオーレ」で知り合い、そのままトントン拍子でご結婚までたどり着かれたお二人。芸能界でもおしどり夫婦と呼ばれるほど円満でした。幸せの絶頂の中、お二人の間に長女であるビアンちゃんが誕生。おめでたいことでしたが、皮肉なことに出産後からお二人の間がすれ違っていくようになってしまいます。芸能界に限らず仕事をしている妻を持つ家庭にはよくあることかもしれませんが、育児より仕事に専念したい妻、仕事より家庭に入ってほしい夫といったように夫婦間に食い違いが生じてしまいます。そして2004年、事件が起きてしまうのです。当時世間の注目を一斉に浴びたマルシアさん家出騒動です。マルシアさんが泊まりがけの仕事から帰宅すると、見知らぬ女性が大剣譚さんの T シャツとパンツ姿で眠っていたそうです。激怒したマルシアさんは子供を連れ家出。テレビを通して必死に謝罪し続ける譚さんでしたが、受け入れてもらえず、そのまま離婚に至ってしまったそうです。離婚はしてしまいましたが、夫婦間に関しては泥沼には至っておりません。離婚後も子供さんを交えて3人で会うなどはされていたようです。そしてこの度、子供であるビアンさんと徹子の部屋で親子共演を果たされています。その時の画像がこちら。ビアンさんのお顔がお父様にそっくりですね。ビアンさんはミュージカル女優を目指されているそうで、さすがギタンさんとマルシアさんのお嬢さんとも言える感じですね。また性格面ではかなり個性的に育ってしまったようで、ギタンさんはタジタジになってしまう一幕などもあり、お二人の関係性がわかる回となっていました。現在も俳優、小説家、映画監督とさまざまな顔を持つ大剣譚さん。最新の出演作品ですと「広域警察10」や映画「めぐみへの誓い」などがありますね。2022年に映画化が決定されているシャーロックにも出演されていました。また舞台や V シネマなどテレビ以外でも活動されており、ご自身で執筆されている連載作品が多数あり、多忙を極められているようです。そんな日々の潤いともいえる存在が、2012年に再婚された一般女性の方です。再婚女性との間にはお子さんはおらず、娘のビアンさんだけのようですが、そのビアンさんと再婚女性との関係も良好なようで、女性だけで秘密のトークをされているそうですよ。